どうもこんにちは、カイカイです。今日は短い動画ではありますけども、プレイステーションの新しいハードウェアについての情報が出てきましたので、それについて話したいと思います。まあハードウェアと言いつつコントローラーの方ではあるんですけどね、短い動画ではあると思います。まあ前にも話した通り、最近就職したということで忙しいで、動画を作る暇がなかなか取れないということなんですけども、いくつか、まあ、あと編集だけすりゃ上げられるっていうものがあります。結構面白いやつらだと思いますし、でそれらについて、まあ、編集でき次第上げようとは思うんですけども、っていう話をしたかったので、なんか細かいネタを持ってきてこの動画を作っているというわけです。でもう少し詳しく動画の方の最後の方で話したいとは思います。覚えてれば頑張ります。それじゃあ本格的に内容に入っていきましょう。内容なんですけども、こちらデュアルセンスバージョン2っていうのが発見されました。でこれは海外のe コマース、まあ、とにかくベストバイっていう、オンラインショップですね、で、発見されました。でもともとこのベストバイっていうのが、こんな感じのサイトデザインをして、皆さん目大丈夫ですか、こんな感じのサイトデザインをしているんですけども、デュアルセンスが売られています。で、通常のこれ通常のデュアルセンスなんですけども、通常のデュアルセンスでだいたい90ドルと書かれています。で、これあのカナダのサイトですので、この90ドルっていうのが、90カナダドルとなっています。アメリカドルではもう少し少ない数字にはなるんですけども、とにかく90という数字を覚えておいてください。これが現状のデュアルセンスとなっています。で、新しく発見されたのがこちらなんですけども、同じく90なので、値上げせずに値段が上がることなくバージョン2のデュアルセンスに変えようと考えているように見えます。でこれで何が変わっているのかというと、12時間のバッテリーを獲得しているそうです。もうちょっと下の方に行くとどこだっけ、あここですね、素晴らしい12時間のバッテリーを搭載っていう風に書かれています。で確か現状のデュアルセンスが6時間前後とかだっけ、まあもちろんどういったデュアルセンス機能をオンオフするのかであるとか、使い方によって結構変わってくると思いますので、一概には言えないんですけども、まあ10時間未満と言って間違いないと思います。それが10時間以上のバッテリーに拡張されるということですので、これは非常に嬉しいお知らせだと思います。しかも値上がりするわけでもなく、値段据え置きで単純にバッテリーがおよそ2倍とかだったかなに増えると言われているそうで、これはシンプルに嬉しいことじゃないかと思います。でもう一つの興味深いこととして、デュアルセンスチャージングステーション括弧同梱でクリックイン充電っていう風に書かれているんですよ。でクリックイン充電っていうのはケーブルを挿すことなくも、ドッキングステーションみたいなやつにカチャって置いたら充電開始するというやつのことだと思うんですけども、同梱されているデュアルセンス充電ステーションっていう言い方がされているんですよ。で、同梱されているんであれば、そのデュアルセンス2台設置できる、公式が売ってるようなあれほどの大きさのものにならないのは間違いないと思うんですよ。ですがじゃあクリックイン充電ができる充電ステーションでコントローラー1台分で、かつそんなに製造が難しくないものって何なのかって考えると、本当にちっちゃいなんか箸置きみたいな土台があって、そこにそいやって乗せるぐらいなのかなと思います。いずれにせよケーブルを挿すことなくクリックイン充電ができるのであれば、それは素晴らしいことだとは思いますので、これについても期待しようかと思います。でバッテリーが倍になったこと、しかも値段据え置きでバッテリー倍になってる、嬉しい。さらには充電ステーションまで付属するっていうのであれば、もう完全にコスパめっちゃ良くなってるっていうのはすごいいいことだよ、いいことだと思います。デュアルセンスいろんな面白い機能、面白い、まあなんかハプティックであるとか搭載してます。それ全ていいことだと思うんですけども、そのせいでバッテリーが犠牲になっていたりであるとか、あと値段が結構高いんですよね。っていうのが、まあ、今回の充電ステーションついてきますであるとか、バッテリー長くなりますっていうので、少しでもこの高い値段っていうのが正当化じゃないですけども、もうちょっとお買い求めやすくなる、感情的になってくれたら嬉しいなとは思います。じゃあ、デュアルセンスの話は以上です。こちらに戻りましょうか。で現状自分が予定している、動画プロジェクト、まあ、いくつか編集だけすればできる段階にあるというふうに話しましたけども、せっかくですしいくつか紹介させてください。例えば、テムというサイト、皆さん多分ご存知だと思います。アリエクスプレスであるとか、ウィッシュ.comであるとか、そっち系のサイトですね。
あそこが最近すごい波に乗ってるみたいなので、せっかくだし、プレイステーション関連グッズっていうのを、ザザッと買ってみようかっていう企画の動画でした。で、いつもと違う感じの動画にはなりますんで、すごい編集に手こずってまして、それに時間がかかると思いますが、編集完了したら投稿して多分すごい楽しんでもらえるんじゃないかと思います。この後ろに、このプレイステーションコントローラー半分分ぐらいのタペストリーじゃないな、まあ、とにかくやつあるじゃないですか、あれとか、この、三角丸×四角のライト、今オンにしてないけど、このライトはもうそこで買いました。しかもかなり満足です。まあ、ただ全体的な話を読んであれば、サイト自体はおすすめできません。まあ、その理由については動画の中で話してますので、ぜひその時に楽しんでくださいという、ところではあります。で、それ以外のところだと、とある製品のレビューっていうのを、どんくらい経つかな、すっごいもう何ヶ月単位で時間経ってるんですよ、受け取ってから。まあ事情ありはするけども、自分自身がすっごい遅れちゃってるのもあるので、そっち早く上げたいですね。ちょっとバグがあって、自分の方はすごい頭を抱えているようなバグなんですけども、その製品の他の方のレビューを見る限り、そういったバグっていうのは一切確認できないので、なんか自分変なこと起きてるけど、他の人のやつ見る限り、この製品めっちゃおすすめですよっていう感じのレビューになるんじゃないかと思います。このマイクがつながっているとある製品です。マイク本体では、マイクのレビューはもう昔あげました。で、他に面白い動画といえば、ゴーストブツシマの開発費であるとかが結構安いっていう話が出てきてます。で、その安いっていう話がどっから出てるのかっていうのと、実際にどうなのかっていうのを分析するのが動画のメインのトピックっていうわけではなく、動画のメインのトピックは最近 AAA のゲームの開発っていうのが、まあすっごい高額化してるんですよね。少し前に出た話で、ホライゾン、フォービデンウェストであるとか、ラスアスパート2であるとかは、日本円換算でだいたい300億円とかで、さらには最近出てきた話として、スパイダーマンはさらにそれ以上だったっていう話も出てきています。そういった市場の状況がある中で、じゃあこれから先もどんどん AAA ゲームの開発費の高騰っていうのを支えることができるのか、それとももっと小スケールであるとか、もっと最適化っていうか、もっとコストパフォーマンス的に、最適化されたゲーム、とにかくでかくするんじゃなくて、もうちょい別の成長があるんではないかっていうのを、最近出てきている統計情報っていうのを元に、模索するというか、提案するというか、そういった感じの動画とかも用意されてます。これがメインチャンネルの方ですね。で、ゲーム実況チャンネル、ずっと概要欄とかにリンクしているチャンネルなんですけども、ゲーム実況チャンネルでは、まあもっと面白い、FF16 の、面白い企画であるとかが、現在絶賛編集中です。手が回らんのだわ。まあそれ置いといて、 FF7 の動画も編集しています。 FF7 このチャンネルで現在進行形で、オリジナルをね、実機というか、プレイステーション3は実機って呼んでいいかな、で遊んでいるんですけども、そちらも編集して、ゲーム実況チャンネルの方に上げる予定です。 FF7 リバースが、2月の 22?222 だっけ。とにかくリバースがそろそろ出るじゃないですか。そこまでにオリジナル遊び終えたらなーって思うし、まあそれが無理でも、せめてラルルまでは進めときたいなっていう感じです。確か FF7 リバースもラルルで終わるんじゃないっけっていう話だったと思いますので、まあそんな感じでプロジェクトいくつか、やっております。引き続きよろしく、待って、よろしゅうないんだよ。編集者探してるって話ね、マッチも引き続きやってます。まだ見つかってないので、もし自分編集得意だし、このチャンネルの動画をもっと面白くできるぜって思う人いたら、コメントじゃねえな、ツイッターの DM の方がいいわ、で話していただけるとちょっとお話ししましょうっていうところだけ言っときたかった。では今度こそ、これからもよろしくお願いします。バイバイ。